小笠原王コウモリは、哺乳皇翼種目王コウモリか王コウモリ族に分類されるコウモリ。日本固有種2008年には、向島で本種と思われるコウモリ類の発見例、鳴き声の報告例があり、他の島から飛来してきたと考えられている。東道町20から25センチメートル。前腕町13から15センチメートル。体重380から440グラム。 下すねの背面が体毛で覆われる。全身は暗褐色で、背や腰、胸部、腹部に光沢のある開白色の体毛が混じる。南洋島の個体群は赤葛色味を帯びた名色とする報告例があるが、幼獣は暗色なため昼間にも活動するために死傷、あるいは栄養不足による後天的な影響だと考えられている。糞はやや幅広い。 ウアーゴの摂氏はやや大型で、上額前方の小球子がないかあっても、痕跡的。上緑広葉樹からなる自然林に生息する。夜行性で、昼間は樹上にぶら下がり休む。一方で、南洋島個体群は、昼間も活動するという報告例もある。南洋島の個体群が昼間も活動する。理由として、捕食者である猛禽類がいないことや食物が少ない。 ため食物を探す時間を増やしている可能性がある。陶器になると休む際に群れを形成するが、これは多数の個体が集まることにより、暖を取るためだと考えられている。植生は植物食で、ヤシ類などの葉、ガジュマルグアバシマグアタコノキバナナなどの果実、花の蜜などを食べる。父島では植生の80%以上を外来種や栽培種が占める。 2007年に南洋島で行われた調査では、島大谷渡りアスプリーニアム内です。南蛮カラムシ、ボーアメリアニベアバリエーション、ニベアの葉、タコの木の果実を食べた観察例がある。2017年に南洋島で行われた調査では、八条ススキミスキャンサスコンデンセタスの茎を食べた例も報告されている。南洋島個体群では、 葉の摩耗度が強い個体が多く見られ、食物不足から未成熟な果実も食べていることが示唆されている。島大谷渡り南蛮から虫八条すすきといった双本を食べるのは、食物が不足しても、数年自生し葉が摩耗しても食べられるためだと考えられている。繁殖様式は耐性。1から3月に交尾を行う。一方で、終年繁殖する可能性も示唆されている。 南両島では6月に妊娠したメスの発見例がある。初夏に1回に1頭の幼獣を産むとされる。バナナマンゴー、柑橘類などを食害したり、傷つける害獣とみなされている。宅地開発による生息地の破壊、食用の狩猟、観光客による拡乱、農作物防護用の網に絡まるなどの理由により生息数が減少した。近年は生息数に 大きな変動はない。1996から2002年に防護用ネットに少なくとも31頭が絡まり、そのうち3頭は死亡している。父島では外来種や栽培種への依存性が高いため、防除対策が徹底した場合には飢餓に陥る可能性もある。父島では1970年に絶滅したと考えられていたが、1986年に、 再発見された。伊王島にも分布していたが、第二次世界大戦以降は、発見例がない。1990年に王光森属単位で、ワシントン条約付属書通に掲載されている。日本では1969年に、種として、国の天然記念物に指定されている。2009年に、種の保存法により、国内気象野生動植物種に指定されている。父島 母島の一部は小笠原諸島長寿保護区に指定されている。父島では1990年に約5頭が確認され、1995年に75頭が確認された。父島での1998の2000年における生息数は130から150頭、2001から2002年における生息数は65から80頭と推定されている。母島では 最大3頭程度の確認例のみで絶滅に近いと考えられている。北、硫黄島での2001年における生息数は25から50頭と推定されている。南硫黄島では2007年及び2017年の調査から生息数は約100頭と推定されている。絶滅危惧アイビールイ、ありがとうございます。